この曲、こんな森の中で、向こうの方から？あの人が弾いてるのかな？綺麗な音。お客さんがいなくなっちゃったな。あの、ごめんなさい。邪魔するつもりじゃなかったんですけど。お、これはこれは。気にしなくていいよ。僕の音楽は動物たちのためにあるんじゃない。君のように愛らしく、可憐な少女に聴かせるためにあるんだから。はあ。え？あ、愛らしい？私ですか？もちろんだよ。君は気づいてないのかい？自分自身の魅力に。なあ、その、私なんて、全然あの、チンチクリンで。ああ、うつむかないで。もっと君の顔を眺めていたいんだ。面白い反応をする子だな。私、仕事の途中なんで、失礼します。あ、待って。聞きたいことがあるんだ。女の子がこんな場所にいるってことは、もうアーランドの街は近いのかな？はい。向こうの方に歩いてけば、そのうち。そっか。ありがとう。小さい頃に住んでたんだけど、久しぶりだからすっかり道を忘れちゃったね。君は、アーランドに住んでいるのかな？はい。私、町で錬金術のアトリエやってるんです。それで、また会えるといいね。運命的な再会を期待してるよ。愛らしいお嬢さん。また愛らしいって。恥ずかしかった。変な人だったな、私が。愛らしいなんて。ちょっとだけ嬉しかったりして。と、いけない！私も仕事に戻らないと。